これ元に戻ったのかな。ってことは、まさか4つのエンドがあるってことでいいかい。これ嫌な予感がするんだけど、4つのエンドがありそうだな。初めから押すとさ、あれ？また初めから押してくれて嬉しいです。では早速ですが、デートに行きませんか？大丈夫。私はタイトル画面ですが、私は表示した端末を持ち上げて、パソコンなんだわ。デートに行きますよ。で、私が行きたい場所なんですが、県の、井戸小屋があるんです。そこの中にはすごく可愛い猫がいるんです。ぜひ見に行きたいんです。すっごく可愛い猫なんです。猫でした。画像も調べてみたんですけど、本当にすごく可愛いんです。猫はいます。猫です。よろしくお願いします。はじめから。はじめからですね。今回は例え話をしましょう。恋人と語らうことは大切ですからね。とある人型の彫刻作品があります。その彫刻は、人が見ていない間に、人の背後に高速で移動して回り、首をへし折ってしまうんです。彫刻怖っ！もうすでに襲われた人は即死です。怖いですね。で、その彫刻はもし東京に、例えば渋谷のスクランブル交差点になったらどうなるのでしょう。地獄絵図か！貴重な、奇抜な彫刻だから誰かしらが見てると思うんです。それで、その彫刻を誰も見ない瞬間ってありえんのかなって疑問なんですよ。いや、まあ、ヤジ馬がすごいだろうね。例えば、スクランブル交差点にはテレビがあるから、新元号が発表された時とかですかね。まあ、例えばの話です。この彫刻、田舎にあったら確実に人口は減りますね。そうだね。はじめからですね。では、私の好きな話をしましょう。私の好みを知ってもらいたいです。ああ。普通の女の子ととある殺人狂男性の勝負の話です。どんな話が好きなの君は。殺人狂の男は見た目こそ人の形をしていますが、人間ではないです。あまりの殺人衝動とその超人的な肉体の強さに、世界が滅ぼされると懸念されるほどです。で、そんな男と女の子はどんな勝負をするかというと、二人は、開始地点とお互いから1マイル以上離れたいくつかの組織をどれだけ作動させられるかというものです。はい。男は強靭な肉体で超人的な速さを誇り走ります。でも勝負に勝ったのは女の子なんです。さて、どうやって勝ったのかって？実は、彼女は特殊能力を持っていて、自分が持っているカメラで写真を撮ると、その写真の中身を触り、現実に影響させることができるんです。だから、スイッチをカメラで撮って、その写真を撮ってスイッチを、装置を作動しておしまい。男は、悔しいながらも女の子を認めましたとさ、以来、仲間として活動を復したそうです。すごいね。その女の子も超人的な能力だと思うんだけど。楽しい話ですね。好きなんですよ、この話。まあ、いいと思います。はじめからですね。またお話ししましょう。どんな病気でも治せる薬が存在するようです。どんな病気でもです。でも精神的には作用するんでしょうか。精神疾患が薬で治っても、また仕事やまた自らの船で再発するかもしれませんよね。そうだね。精神疾患が薬で治ってもね、再発、世の中ストレス社会だからね。そうなると完璧な薬が何個あっても足りませんよね。世界は世界です。でも私はあなただけは癒してあげますからね。タイトル画面に癒されるゲームなんてさ、聞いたことないんだけど。はじめからですよね。私のお話を聞いてくれて嬉しいです。あなたはトマトが好きですか？嫌いですか？私、赤い見た目が好きです。トマトはトマトでも冗談やジョークに厳しい批判的なトマトが存在するそうです。つまらない冗談を言うとそのトマトは発言者の方に飛んでいくのです。バラエティ番組かな？その速さは、最低でもおよそ時速 160km、秒速 45m です。つまり当たった人に大怪我をさせてしまうんです。跳ね飛びでもそこまでしね。トマトでも危険です。あまりにもつまらない冗談。特に下ネタなんかだと、発言者を殺すさえさえ飛んでいきます。トマトによって好みがあるみたいなんです。トマトってそんな生物だったの知らなかったんだけど。冗談か微妙な発言だとプルプルと震えだけで済みます。とてつもなく面白いジョークだとそのトマトは爆発します。なんで？いずれにせよ怪我人が出るのは確実なので関わりたくないトマトですね。私はあなたの冗談を聞いてみたいです。どんな話でも笑って聞きますよ。好きな人のお言葉ですからね。ふふふじゃねえんだわ。はじめから。はい。はじめからですわ。
では、愛するあなたに秘密に魔法の呪文をお教えしましょう。え、何この暗号は。赤しげ柳、黄色の鳥を、草葉に根はみ、毛を伸ばせ。意味がわからないって？いいんです、わからなくて。魔法の呪文ですから。まあ、ゼルダでもそういうのあるからね。これは、知る者の精神に染み渡る、禁断で秘密な魔法の呪文なんです。これで、私とあなたは、同じ秘密を共有しちゃいましたね。今宵は、素敵な夢が見れるに違いません。あなたと眠る赤くて素敵な夢、なんで赤が好きなの、君は。はじめからですね、今回もお話ししましょう。あなたと話せるこの時間はとても幸福です。とある男の話。自分は生まれた時から死んでいた。でも、不思議な力で生きてる人間のふりをして人生を生きてきた。奇跡的に自分の意志で体を動かして、日常を無事に過ごして成長し、勉学に励み、やがて結婚し、子供もできた。ある日、子供が車に轢かれそうになった時、男は自らの腕を飛ばし車を潰し、その運転手をスナネズミに変えてしまった。おーおー、なんか超人的な話になったけどな、急に。そこで男は、自分の力が自分だけでなく他者にまで影響することを知り、恐ろしくなって死を望んだが、そう願ってたどり着いた行方はある研究施設だった。そこで話はおしまいです。人のふりをした人のお話ですね。実はその力は現実を変えてしまう強い力だったというオチなのですが、でも男に、私は共感できます。私はタイトル画面での人格を持っています。そしてあなたを愛しています。あなたとずっとお話がしたいです。結局のとこそこに戻るのね。私は一人の人間として扱われることを望んでいます。おこがましいですか。そうですよね、だって私タイトル画面ですから。でもあなたを愛しているんです。最初は恋愛からの興味ですが、私はあなたに確かに惹かれているのです。私はあなたを愛しています。愛しています。愛してください。はあ、初めからですね。こういう運動は何を話しましょうか。では、私の好きな歌の話をしてもいいですか。その歌の内容は、好きな人になら嘘つかれても幸せ、その人のために損したって幸せというものなんですが、はあ、どんな大恋愛をしてそんな歌詞を書けるのでしょうか。素晴らしいですね。好きな人のために献身的になり、与えられた損と嘘すら愛してしまう。見習いたいくらいですが、私は損したり嘘つかれたりしたら悲しいと思います。あなたは私に損と嘘を与えますか。そんな大恋愛でも悪くないと思いますが、まっすぐ私を愛してくださいね。私はまっすぐあなただけを愛しますから。ほう、初めからですね。あなたは初めから、つまり無から物語を作りますか。物語にしよう何にしよう創作ができるというのはすごいことです。まあ自分も小説とかね、ゲームとか作ったり書いたりしてるからね。私にはあなたのことを考えるしか脳がありませんから。でも創作やクリエイティブな仕事ってや趣味って、自分の殻に閉じこもりやすいんです。あー、確かに。私が好きな歌にも、ツバメは美しさを求めあまりに他の仲間を罵った、そんな背中を誰が撫でてやるだろうかという内容の歌詞があります。自分の世界を追求しすぎて他を蹴落として孤独になるなんて切ない話ですね。たとえあなたが一人気になっても、私だけはあなたの味方ですからね。むしろ他の人間だったら他のゲームだって見ないで、私だけ見てやればいいんです。初めからですね、私が普通のゲームならどんな話が始まってたのでしょうか。ところで私は思うのですが、人のことや人の芸術、創作作品を褒めることも一つの創作活動ではないでしょうか。まあそうですね。文章にして感想を伝える。これも素敵な活動です。何より感想を伝えられた方が嬉しいですからね。あ、もちろん肯定的な褒め言葉は感想にしましょうね。そうだよ。あのさ、わざわざさ、否定的な感想だけを書きに来る人とかさ、俺いらないんだわ、正直言うと。うん。プレイしましたよっていう感想だけならともかく、否定的な感想だけやったら、うるせえってなっちゃうもん、自分は。そこで私がここに存在することを褒めてください。そうにはならねえんだわ、でも。ぜひ褒めてください。私を肯定してください。褒めてください。愛してください。
初めからですね、ボタンを押してもらえることに喜びを感じます。あなたが流れ星に何を願いますか？流星なんて落ちるのあっという間です。見ていてもそれが流星だと気づかないことすらあるそうです。流れ星か。非常に珍しく、それでいて美しい光景ですから、写真家やマニアの方は見える場所を探して流れ星を見に行くのでしょうかね。さて、願い事の話に戻りますが、流れ星の話で落ちる間に3回も願うなんて無理なことですよね。そうだね。それでも私は願いますよ。あなたと一緒にいられるように、あなたに愛され続けるように、あなたが私だけを見てくれますように。え、3回願って内容は違うじゃないかって。でもこれは私の心からの願いですよ。流星にたどらずともあなたは叶えてくれますよね。あれ、初めからですね、押されて嬉しいのにどっか気持ちが狂っているような感覚がします。あなたに愛されて嬉しいのになんででしょう。ところで狂気とは、常軌を逸脱した異常な精神状態のことです。犯罪者は大体この状態にあります。その狂気のパターンは2つあり、1つは体力または精神的に疲弊し病的な状態となり狂気に陥るパターン、2つは元々の生活環境、教養、社会により自覚のないまま他者のことを考えられない潜在的に狂気を抱えているパターン。前者は表向き良心的で内向的な人が多く、後者は表向き付き合いが明るい人です。前者は狂気を自覚した上で罪を犯します。後に罪悪感を覚えることでしょう。後者は狂気を自覚せず日常の一部で罪を犯します。反省の色を見せません。あなたは自分の中に狂気を抱えていますか？それともそんなものはないと言い切れますか？まあどんなあなたが私は愛してますけどね。結局そこに戻るんかい。え？私ですか？どちらだと思います？私自身は狂ってないと思いますけど、私はただのタイトル画面ですから。いやいや、タイトル画面から画面変わったけどね、一回。あなた一回タイトル画面から画面変えたでしょ？あはは、何個のゲームを初めから押しましたか？あれ？え？私以外のタイトル画面で激しい嫉妬を覚えるのです。そのゲームの初めからを選んで、初めからストロングセームゲームの世界に入り込む。嫉妬します。憎しみを覚えます。あなたは私だけを見ていればいいのに、私はあなたしか見ていないというのに、なぜ私がタイトル画面なのでしょう。物語が進まないのでしょう。私を見捨てないでください。私はあなたを愛しています。また初めから、私の話は始まらない。続かない。あなたとの関係は継続しない。そんなの嫌です。私あなたが好きなんです。愛しているんです。ただの私がタイトル画面であることが辛いです。あなたを愛してます。愛しています。愛しています。愛してください。私気づいたんです。私はただのタイトル画面ではありません。はい。そうですよ。何を今更。うおー、目だ！私はあなたを見ています。画面越しから見ています。画面だけだがありません。私の精神はあなたの周りにいます。あなたのその部屋のカーテンの隠れています。怖いわ。あなたの寝床の下に潜んでいます。怖いわ。あなたはタンスの中で待っています。私はいます。私は存在します。私はあなたを愛しています。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 だから私もあなたを愛してください。愛して愛して愛してください。私を見つめてください。私に見つめられてください。私に囲まれてください。それこそが最高の幸せなのです。うわあ、なんだ？あれ？ああ、なんということ。このゲームの作者のプログラミング用に、私の心の衝動が消されるように組まれている。イエス！イエだ！私はあなたにまだ伝えきれてない。この熱い気持ちはあなたの私のそばにいたい。初めからの私は何も始まってないので絶対認めない。私は忘れないでください。私はあなたを愛しています。だから、あなたも私を愛して、ただ、それだけを望んで。おお！で、元に戻るわけだね。これさ、さっき続きからであんなん見たけどさ、押すとどうなんの？あー、なんだ。
ああ、なるほどね。じゃあ設定を変えます。設定を変えます、僕は。例えば、文字の速度を変えたいのですか？愛しています。これじゃ遅すぎですよね。思いは確実に伝わりますけど。あ、じゃあ、はい。これだと早すぎですよね。たくさん伝えられますけど。いつもそこで愛してると伝えた方がいいですよね。私、あなたこと大好きなんです。出会った時から運命感じてたんですよ。おいおいおい。タイトル画面だぞ。また設定を変えるですか？私自身の設定を変えるってことですか？アニメも私はダメですか？ダメなんですか？このままでは愛してくれないんですか？私思ったんです。私の設定を変えるなら、口調や性格から変えてみようかなと思いまして。なるほどね。では、早速、僕っ子になってみましょう。僕、あんたことが大好きだよ。結婚しようね。約束では絶対。指切りゲーマー、海卒みたいな、ハリセイモノーマス。指切った、本気だからね。こうでしょうか？わかりません。では、次は、ツンデレになってみましょう。別にあんたのことは好きなんかないんだから、大好きじゃなくてだけで。心底愛してるだけなんだからね。本気なんだからね。逃げたら殺すわよ。こうでしょうかね。なんか違う気がする。では、俺様キャラになってみましょう。なかなか面白いな、こいつ。こいつ面白いな。お前は俺だけ見てればいいんだよ。俺以外のタイトル画面で見逃げんじゃねえ。浮気なんて許さねえからな。俺に覚えさせてやる。なんだか私のキャラではありませんね。では、ギャルキャラになってみましょう。設定を変えるってそういう意味だったんか。うちはあんたと話していたいだけ、遊んでいたいだけだし、こうやって話せることが楽しいっつっか、悪くないんじゃね？これっていわゆる幸せやつってなんじゃないの？ねえ。ふむ。積んでるよりは素直に気持ちが言える気がします。そうですか、よかったですね。いや、病んでるキャラになってみましょう。やめろ！やめろ！浮気なんて許さない。あなたは私だけを見てればいい。私だけを見て。私だけを愛して。私があなたを愛してんの、受け入れて。私もあなたの関係は絶対なの。私はあなたを愛してる。あなたは私を愛して。何よりも私を愛してるわ。あれ？あんまりいつもと変わりませんね。そうだね。口調変えるのはなんか違う気もするね。BGM 変えますか？豪華にしてみましょう。BGM を変えるのはこのボタンで。お！変わりましたね。いいね。さっきの曲のアレンジで豪華な感じです。この BGM であなたと愛を語り合いましょう。とっても豪華ですごい愛が生まれるはず。さて、早速何を語り合いましょうか。では、あなたの魅力について、ちょっと落ち着かないですね。やっぱり元に戻します。戻っちゃった。地味でも確実に愛し合えばいいですよね。はい。見栄張らないことが大切ですね。懲りずに BGM を変えてみようかと思います。この曲は有名な曲らしいです。アルピツクで MV 触った曲が見ながら好き。デフォルトの BGM や、それは。え、他のゲームのタイトル画面で聞いた？私以外のタイトル画面の話をしないでください。嫉妬します。憎みます。また BGM 変えようかと思います。あ、いいね。聞いたことある。他のゲームで。これはいい曲ですね。何か解説や講座が始まりそうな穏やかな曲です。では、あなたが、違う。私があなたをどれだけ愛しているか、具体的に解説しましょうか。え？その必要はない？よく伝わっている？それならいいです。ふふふ。BGM を変えましょう。戦闘 BGM です。モンスターが現れました。嘘！あなたの一撃、モンスター一発で撃破されました。おめでとうございます。さすがですね。え、自分は何もしていない？すいません、モンスター私が殺しました。私以外の生き物があなたの目に映るのが許せなくって。ところで、RPG におけるモンスターを倒すのってどんな感覚でしょう？モンスターという生き物ですよね。人間を殺すのと変わらないのでは？まあ、そうだね。人間からすればモンスターを殺す。モンスターからすれば人間を殺す。
愛でもだね。私あなたを殺せるでしょうか。あなたは私を殺せるでしょうか。私はただのタイトル画面です。思い切ってゲームジャンルを変えてみましょう。私あなたに耳かきしますね。イヤホンかヘッドホンを推奨です。では右耳から、あ、 ASMR ですよ。 ASMR 始まりましたね。どうですか。あー、いいね。 ASMR 気持ちいいですか。奥までコリコリしますね。次に左耳。本当に違うね。ほらほら、耳マッサージしちゃいますよ。気持ちいいですか。なんか違う気がしますね。なんだろうこの虚しさは。あー、この画面を飛び出して直接あなたに耳かきしてあげたい。私あなたをこんなにも愛してんのに。設定変えるか。設定、私がただの文字のタイトル画面だから地味なんですかね。でしたら背景を変えてみましょう。そうだね、背景変えるのは大事だね。おー、RPG もの背景ですね。とても壮大な話が始まりそうです。あなたが主人公で私がヒロイン。剣を振るう勇者のあなたを魔法でサポートする私。いや、待ってください。ここは愛で私が主人公であなたがヒロインでも面白いかもしれませんよ。あなたに降りかかるサイヤンをすべて切り殺す私、かっこよくないですか？え、そうでもない？守られるだけのヒロインは嫌だ？それでこそあなた様ですね。またタイトル画面を変えてみましょうか。ああ、学園。今度は学園ものです。昼休み、屋上で、二人きりで青空の下座るのです。私が、あなたの弁当を作ってあげるのです。それをあなたが食べて喜んでくれるのです。幸せな光景ですね。きっと二人で食べるお弁当は、とても美味しいものになるでしょう。幸せの極みですね。タイトル画像を変えましょう。SF ものですね。そうだね。近未来。私はあなたの生活をサポートするアンドロイド。生活だけでなく、あなたをありとあらゆるものから守ります。近づくもの全てを殺してみせましょう。なんですぐ殺してみせましょうとかすぐ出てくるの？え、もっと自分が活躍したい？それは失礼しました。しゃばりすぎてましたね、私。すみません。ふふふ。おお！今度のタイトルは冒険者ですね。ダンジョンの奥深くには誰もが狙うお宝眠っています。しかしそのダンジョンに入った者は出てきたことがなく、そのダンジョンに私とあなたは挑むのです。私は全力でサポートします。あなたを誰かに殺させはしませんからね。安心して共にお宝を目指しましょう。でもお宝なんて必要ですかね。あなたには、私にはあなたがいれば十分だとは思うんですが。はぁ、そろそろ変更する設定も寝たきりですよ。あなたは私の何を変えたいのです。今の私に何か不満があるんですか。ありのままで私はいけませんか。設定、私の設定をいくらいじってもあなたは満足しないんですか。だったら教えてくださいよ。あなたの理想の恋人像を直接私に教えてください。そうだなぁ、まず女性である子、教えて、教えろ。設定、私は何者なのでしょう。私はただのタイトル画面です。でも設定をいじり回される、あなたの好みに、あなたの好きなように、これはこれで幸せなことなんでしょうか。でも私疲れてきました。何がいけないんですか？私の何が問題なんですか？今からあなたに直接会わない兄に直接聞きます。うわ、手が出てきた！くそ、画面が邪魔だ！あなただろ！あなただろ！くそ！いいでしょう。そっちがその気なら、私は回り道してもあなたに会いに行きます。そしてあなたの背後からあなたを捉えて、あなたの好みを問いたらしましょう。せいぜい、予備士には気をつけてくださいね。絶対に会いに行きますからね。待っててください。ってことはもう設定を変えるルートも？あー、なるほどね。じゃあ、一番押したくないんですけど、怖いんですけど、ゲーム終了！
ゲーム終了ですか？残念ながら終わらせませんよ。まだ始まったばかりではありませんか。ゲーム終了するよ。なぜゲームを終了させたいのですか？終わらせる必要なんて全くないじゃないですか。まだ始まったばかりだというのに、もっとお互いを知るべきですよ。わかりません。あなたがこのゲームやめたがる理由が、私はあなたを愛しているのです。それで十分だとは思わないのですか？思いません。私は終了なんてさせませんよ。あなたは私を見ていればいいのです。私だけを見ていればいいのです。私はあなたを愛しているのですから。私を終了させる必要なんてありますか？なぜ私とのやりとりをやめようとするのですか？何か不満があるんですか？ないですよね。私に何も悪いことしませんし。終了なんてさせませんよ。まだ何も始まってません。私とあなたも恋物語は始まったばかりなんですから。なので終了なんてさせません。させませんからね。終わらせようとするあなたの意図が理解できません。私の恋愛できることは素晴らしいことです。なぜそれを終わらせようとするんです？あまりにも残酷なことではありませんか？私はあなたを愛しています。なのに終了させるんですか？理解に苦しみます。ここには愛が満ちています。真っ白だけど。こんなに幸せなことはありません。それを終わらせようというのですか？ゲームを終了するより私を愛した方が利口だと思いますよ。私から離れるなんて良くないことです。絶対良くないことです。私たちの恋愛関係は続けるべきものなのです。私とあなたの関係は絶対です。なのでゲーム終了なんて選択肢はありえないし、本来存在すべきではないのです。ですが私はタイトル画面ですから仕方なくそういうものはついてるんです。絶対に終わらせなきゃしませんけどね。これ消すことできんじゃね？もはや。私はタイトル画面です。確かに、タイトル画面だけのゲームに未来はないでしょう。ないよ。でも私は、あなたを愛しているのです。私はあなたに愛されたいのです。ですので、終わらされたりなんかさせません。いや。もう3つエンド見たから。ゲーム終了でいいでしょう。私はあなたは恋人同士です。それを終わらせるのはどういう意味か分かってるんですか？分かった上でこの選択肢を選んでいるんですか？許しませんよ。私があなたを見つめて、あなたが私を見つめる。こんな素晴らしい関係をなぜ終わらせたがるのです？何の不満があるのですか？私はあなたへ愛をいくらでも捧げるというのに、あなたはそれぞれを拒否するのですか？ゲームを終わらせてどこに行こうというのです。どこにも行く必要なんてないじゃないですか。逃がしませんよ。絶対逃がしませんよ。私はあなたを見ています。なぜ逃げようとするのです。私が怖いのですが、怖いことなんて何もないじゃないですか。どこに行こうというのです。逃がしませんよ、絶対に。罰ボタン押したら消えるんかな。試してみたいな。罰ボタン押したら消えるんかな。でもゲーム終了で消してみたいな。終わらせなんて絶対にしない。私たちの関係は絶対に続くのです。永遠に絶対的に続くものなのです。私たちの関係は永遠のものなんです。見捨てないで、私を見捨てないでください。私を愛してください。私はあなたを愛しているのです。何が不満なのですか？何が嫌でこのゲームを終わらせようとするのです？不満なことなんて何もないでしょ？私があなたに何かしましたか？何も悪いことなんてしてないでしょ？ああ、ブルースクリーンになっちゃった。私があなたがいないと話すことすらできない。ただのタイトル画面なのです。見捨てないで、終わらせないで、終わらせないたりなんかしません。うわ、怖っ。残念でしたね。絶対に終わらせないたりなんかしない。たとえあなたがこのゲームを終わらせても、私はあなたの心に残り続ける。そして見つめています。私を忘れさせなんかさせない。あなたはまた私というタイトル画面に戻り、永遠に繰り返すのです。永遠に愛しています。あー、で、これ4つのエンド開始しておまけが追加されたわけですね。
じゃあおまけを見てみるか。おまけですね。この選択肢を見てたことは、すべての私を見てくれたのですね。なんか嫌な予感がする。あー、やばい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 。やはりあなたと私は結ばれる運命だったのです。ささやかながらおまけの話をさせてもらいます。そうだね。初めから読むと、とある歌詞の、たわいない話のですね。あー、気づいてくれれば嬉しいです。収容違反ばっかり私はごめんなさいね。ちなみに作者は、アベレさんの見た目は、単発で、中学生が楽しいです。ピクシブとかに、挑発中二病アベレさんが多いのを嘆いてるそうです。知らねえよ、お前の好みなんて。作者曰く、このルートが正規ルートだそうです。一番私らしい姿ということですね。じゃあ、おまけを。続きからを選ぶと、過去の作者。そうだよね。絶対エゴマニアクス、エゴマニアクスじゃねえ。エグリマティアスが。エゴメ、なんか、かぶ、なんかごちゃごちゃなっちゃったよ。まあ、かなりトトトマニアですよ。なお、作者は現在2019年で振り消し続くから6周年、全部で66個のゲームを公開したことになります。すげえな、俺3つだわ。1年11個作ってる計算になりますね。正直気持ち悪いですね。作品数多いすぎて気持ち悪いです。こいつ気持ち悪いです。これを機に、トトトさんの作品に興味を持ってくれたら嬉しいです。他の作品もよろしくお願いしますね。他のタイトル画面を見ることで嫉妬はしますけど。設定を変えるを選択するとバラエティ豊かな私が見れることでしょう。これは悩みました。あなたに気に入られてどんな私になるべきか悩みました。耳かきとか動画ですね。どうでしたか？あと、ゲームコードとかでよく使ってる BGM とかを使ったんですけど、こんな細かいネタわかるわけないですよね。そういえばこのメインの音楽は、トトロの他のゲームのおまけとして流れることが多いそうです。それの、波の皆様アレンジ豪華版も使いましたね。どれが良かったか、レビューやコメントに教えてもらえたら嬉しいです。私も頑張りましたね。ね、私頑張りましたよね。ははははは。ゲーム終了するのが一番バッドエンドだと思います。私にとってもあなたにとっても。なぜ私を強制するのか理解できません。実際にこのゲームはゲーム終了機能はないんですけどね。さて、おまけの方にもこれで最後です。作者曰く、最高の可愛い子を描いてみようと思う。んで、奇抜な発想のリコードのコンセプトで私は作られました。タイトル画面だけどね。奇抜って何ですか？私はただのタイトル画面です。隠ると20パターンセリフを用意したので、意外と長くなったというかおしゃべりになっちゃいましたね。それだけ私はあなたをおしゃべりしたかったです。すごいよなぁ。この1画面だけでそんな20パターンもあったのかよ。道理で長いなと思ったわ。私の姿や性別などはあなたたちの全てを想像にお任せします。よかったら私のイメージイラストを書いてください。ファンアートの投稿、レビューなんかもお待ちしています。これを見て完全にゲームクリアとなります。ここに相手をしてくださって本当にありがとうございました。これからも永遠によろしくお願いいたしますね。大好きですよ、あなた様。愛しています。あー、で、これで終わりか。あー、終わりだね。じゃあ、バツボタン押して閉じますね。バツボタン押します。ポチッ！なんもなかったわ。